はい、こんにちは。ガレージセールの店長、青山です。今日ご紹介するのはこちらのサングラスです。アメリカ空軍実物本物のアビエイターサングラス。1995年のデッドストックですね。このようにミリタリーのスペックもきちんと書いてありますね。HGU-4/P という形なんですけれども、こちら1958年から支給が開始されている形です。で、この形有名になったのはですね、映画のタクシードライバーでロバート・デ・ニーロさんがつけているモデル、こちらの形なんですね。デ・ニーロさんがつけている形はおそらくなんですけれども、アメリカン・オプティカルという会社のお品だと思われます。今回のお品はランドルフ・エンジニアリングということで会社が違うんですけれども、こちらはジョニー・デップさんがね、プライベートで非常に好んでつけているブランドとして有名です。作りもとてもいいですし、今回のお品はデッドストックということで状態は完璧です。日本ではね、正規販売店として売っている代理店はないかと思います。今現在でもアメリカで、家族経営というか、小さな工場を使って、手作りで作っているようなところですので、なかなか世界規模で展開するところまではいかないんじゃないかなと思うんですけれども、とてもね、作りが良くてかっこいいサングラスです。詳細の方は下にある URL からブログの方でかなり詳しく書いていますので、よかったらそちらの方も確認してみてください。ということで、本日ご紹介したのはランドルフ・エンジニアリングの1995年アメリカ空軍実物本物サングラスでした。それではまた失礼いたします。